様です。どう北さん、オッケー、準備オッケー、はい、北さんは成長している姿を視聴者の方に見てもらおうと思います。なんか一言ありますか？楽しいです。前回の動画とは全然違う、はい、この堂々としてる感じなんですけど、はい、だいぶ慣れて慣れて、はい、結構あれですもんね、遠くまで行ってますもんね、はい、関東、中京ぐらいはね、はい、行ってますんで、はい、どうですか、4トンから大型になって何か違いってありますか？なんか4トンの時も結構楽しかったけど、大型ちょっと仕事の内容がだいぶ違うけど、やっぱり仲間がなんか大型ね、なんか似たような仕事をやってる仲間が 4,5 人おるもんで、なんかいろいろ教えてくれるもんで、やりやすいっちゃやりやすい。なんか初めて行くとことか、あの下ろし方とか全部教えてくれるもんね、仲間が。はい、いや、まだ。伝票もらったんですか？ OK、はい、うん、じゃあもう出るって感じ？はい、OK、出ます、はい。昔トピアの前、二十歳ぐらいの時、4トン車の長距離やってたんだもんね。そうなんですか。じゃあまんざらこういきなりトラックっていうわけじゃないんで、ちょっとはそういうのやってたんですね。はい、2年ぐらいやってたもんね。
結構それは性に合ってた感じです。はい。その時まだ携帯なくて、公衆電話からこう帰りの荷物とかで連絡で、ナビもなかったもんで、あの地図帳で行ってたね。はい、スーパーマップですね。